スペイン・バレンシア市内にある幼少時のホセ・マルティが1857年から1859年まで居住していたことを示す標識幅なしの革命広場にあるホセ・マルティメモリアル像ホセ・フリアン・マルティ・ペレスはキューバの著作家、革命家。19世紀後半のキューバ独立革命に参加し、キューバ市における英雄としてだけでなく、ラテンアメリカにおけるモデルニスモの先駆者としても名高い。 ホセ・マルティは1853年にスペイン領キューバの羽ばなしでスペインからの移民であったマリアーノ・マルティとレオノール・ペレス・カブレラとの間に生まれた。4歳の時に父親マリアーノの出身地バレンシアに移住するがその2年後にキューバに再び帰国した。1865年、詩人で独立思想家のラファエル・マリア・メンディベが校長を務める公立学校に入学。 メンディベの家で催される文学者や政治思想家の集いにも頻繁に参加。初等教育を終えた後の1867年に、ハバナにある美術専門学校に入学し、在学中より愛国的な詩や儀曲を書き始める。1868年に最初の独立戦争が起こると、マルティは盛んに風刺雑誌、紛糾者や週刊誌、 自由な祖国などの編集に参加し、独立革命家とも多く交流を持ったことから、1869年に反逆罪で投獄され、翌年には懲役6年を宣告されるが、後にキューバ南西部のピノス島へ送還され、1871年にはスペインへと移った。スペイン居住時はマドリード及びサラゴサに滞在し、現地のサラゴサ大学などで法律や文学、 哲学などの研究を行った。また、キューバからの公開途中に著述した、キューバにおける、政治判刑務所、エル・プリシディオ・ポルティコ・イエヌ、キューバを到着直後に、マドリッドで出版するなど、キューバ独立に対する情念は全く衰えて、いなかった。さらに共に、キューバから追放された同志フェール・ミン・バルデス・ドミンゲス、フェア・ミン・バレデス・デ・ミンゲスと共に、キューバの問題に関する討論にも、 積極的に参加し、スペイン共和制と、キューバ革命ララプーブリーカ、エスパニョーラアンテラレボルシオンクバーナを出版している。スペインでまた彼は、美術、法律及び、哲学の学士号を授与されている。スペインでの数年の滞在を経て、マルティはフランスを訪問した後1874年に、メキシコに渡った。メキシコでは、友人のマヌエル・メルカードの圧線で、エルフェデラルと、 レビスタ・ウニーベルサルの編集を行った。彼はそこでも創作のほかビクトル・融合の翻訳を行い、メキシコの文士たちと交流するなど活発な文学活動を続けた。また、後にグアテマラで結婚することになる亡命キューバ人の娘、カルメン・サヤスと出会っている。文学活動は言ったものの、仕事に恵まれなかったマルティは1876年にグアテマラに移り、 中央学校の文学と哲学の授業で教鞭を取った。しかしマルティは当時のグアテマラ政府の政策に馴染めず、2年後にグアテマラグアテマーラを表してグアテマラを去った。1878年に友人マルティネスカンポスの援助でマルティは故郷キューバに帰還する。すで20年にわたった第一次キューバ独立戦争は鎮圧されていたが、 マルティは独立への夢を捨てずに再び活発な独立運動を展開、亡命を余儀なくされる。再度キューバを追われたマルティは海外で各地を転々とすることになる。はじめスペインに短期滞在した彼はアメリカ合衆国のニューヨークに移り、すぐにベネズエラのカラカスに移っている。ベネズエラでは雑誌レビスタ・ベネソラーナを創刊するが、時の異性者、 グスマン・ブランコに対する批判から、ここでも国外退去を余儀なくされる。ベネズエラを追われたマルティは、1881年に、再度、当時多くの亡命キューバ人の滞在していたニューヨークに今日移し、そこに14年間滞在することになる。一方、もともとキューバの富裕層出身の妻、カルメンは、キューバ独立に情熱を燃やすマルティに花肌冷淡たんで、 スードの別居の後、息子を連れて、マルティの下を去り、キューバに帰った。このことはマルティを深く傷つけたと言われている。ニューヨークに滞在したマルティは、知識人として広く知られ、パラグアイとアルゼンチンの中米領事、ウルグアイの中米領事及び国際、金融会議代表を歴任している。しかし、キューバ独立の夢は常に、マルティの脳裏から離れることはなく、 後に彼は独立運動に専念するために、これらの地位をすべて放棄し、1892年には、キューバ革命党を設立した。米国に滞在中マルティは、政治活動の多勢力的な文学活動も続け、米国やラテンアメリカの各雑誌に寄稿するとともに、子供向け雑誌、黄金時代ライダットデオーロを創刊するとともに、イスマイリーヨイースマイリーヨや、 簡潔なシ集ベルソス・セネチオス等の作品を発表している。1894年、彼はついにキューバにおける本格的な独立闘争を開始するべく、メキシコに革命資金の調達に赴く。マルティは同志たちと共に武器を満載した船を3隻調達し、米国フロリダ州のファーナンディナビーチを出港する計画を立てる。 マルティと同志たちは出向直前に警察に逮捕されるものの、マルティの友人の米国人弁護士に救われ、1895年1月30日にドミニカ共和国のサントドミンゴに寄港、マクシモ・ゴメス・イヴァイス将軍と合流する。キューバ各地において独立闘争が激化すると、マルティとゴメスは3月25日にモンテクリスティ宣言を発表。 第二次キューバ独立戦争の方向性を明確にする。4月11日にマルティとゴーメスは同志たちと共に、ハイチを出発、キューバのオリエンテ県、プライタスに上陸を果たす。マルティにとっては十数年振りの故郷であった。一行は、キューバ各地で闘争を繰り広げるが、優勢を保つスペイン軍との戦いは、熾烈を極めた。そして同じ年の5月19日、マルティは、 ドスリオス付近で戦闘中に被弾、キューバの独立を見ることなくその波乱に満ちた生涯を閉じた。革命軍は彼の遺体を回収するために、スペイン軍と熾烈な戦いを繰り返したという逸話がある。彼の遺体は、サンティアゴデ・キューバのサンタ・エフィヘニア墓地に埋葬された。ホセ・マルティは活発な独立思想家であり、その思想は多く彼の文学作品に反映されている。 彼はその思想のために各地を転々とする生活を余儀なくされたが、妻のカルメンはこれに耐えきれず、マルティが米国に移住する前に二人の子供を連れ彼の下を去っている。このことはマルティを精神的に傷つけたが、その逆境を乗り越え自分の息子に捧げた名作、イスマエリーを完成させた。また、放浪の生活にあっても、その創作意欲は衰えることなく、 多くの作品を残している。マルティは生前、キューバ独立のために、創始国スペインと激しく対峙したが、その一方で青春の日々を過ごした、マドリードやサラゴサを非常に愛していた。スペインを舞台に彼は、戯曲、貫通者アダルトラを執筆している。また、アメリカ主義を主張したマルティだが、彼のアメリカとはまさにラテンアメリカに他ならず、マルティは、アメリカ合衆国が、 ラテンアメリカの独立運動に干渉することを非常に嫌っていた。マルティは米国に滞在中、米国政界のキューバに対する姿勢に幻滅し、以後米国のラテンアメリカに対する干渉に強固に反対するようになった。マルティは、生前に著作、我らのアメリカの中で、米国のラテンアメリカにおける派遣拡大を強く懸念しているが、実際に彼の懸念は独立後のキューバにおける、 米国の実質的な支配、20世紀を通してのラテンアメリカにおける米国の影響力の拡大という形で現実となる。ホセ・マルティは後世の思想家、革命家、文学者等に多大な影響を与えた。特に彼の祖国であるキューバにおいては彼は建国の英雄として称えられており、キューバ共和国革命評議会の議場にも彼の巨大な肖像が掲げられている。また、 首都ハバナの国際空港は、ホセ・マルティの名を冠している。1927年から1933年までのニカラグアにおけるアメリカ海兵隊との戦争を指導したアウグスト・サンディーノや、1956年から1959年のキューバ革命において重要な役割を果たしたアルゼンチン人革命家エルネスト・ゲバラは、マルティのアメリカ主義の突出した体現者ともいえ、 特にゲバラは国境を越えて、ラテンアメリカの人民革命遂行に奔走した。また、キューバ革命によって、キューバを最終的な独立に導いたフィデル・カストロも、彼の思想を受け継いでおり、ホセ・マルティ生誕100周年である1953年に、放棄を行い、失敗して投獄された際には、この事件の首謀者は誰かと尋問され、ホセ・マルティである。と答えた。キューバでは、 初等教育の段階からホセマルティの思想を学んでいる。キューバの首都として国民から広く敬愛されており、生誕記念日に当たる1月28日を中心に、松明の更新などの記念行事が行われている。2016年1月、ホセマルティの名を冠した国際会議がハバナ国際会議場で行われた。ありがとうございます。